久保さん。ポイントサイトで億万長者ですね <laughs>。いやー、久保さんぐらいじゃないですか。ずっとポイントサイトのセルフバック発信してんの。うん、いやー、もうね、10年前の話ですけどね。でも、最新の稼ぎ方っていっぱい出てきますけど、最新の稼ぎ方より、 確実っていう最新の稼ぎ方より確実な稼ぎ方にしましょうか多分一番確実初心者の人が確実に稼げるのってほんとポイントサイトとかセルフバックしかぶっちゃけないっすよねうん僕もいろいろ見てますけどやっぱりその何ですかねアクセスを集める作業が必要なんでうーんネットビジネスってね基本的に サイトアフリエイト、ブログアフリエイト、メルマガアフリエイト、まあ、メルマガアフリエイトだったらリスト集めないといけないし、TikTok、チャット g t p、まあ、何使ってもアクセス集めないといけないんですよ。で、ポイントサイトとかセルフバックの再現性が高いところって、アクセス不要なんですよね。自分でクリックして、アフリエイトリンククリックして自分で申し込めばいいだけなんで、だからまあ、そこですよね。だからネットビジネスで、うん、稼げない もうほぼ9割のほとんどの理由がそのアクセスを集める作業がなかなかできないっていうねだ久保さんなんかねアフリエイトで1万サイトで1万ブログ、ね、1万ブログ作んなくてもワンクリックして申し込めば報酬発生するっていうねうんだ最新より確実ですねいってらっしゃい